この車は僕の青春の車です。僕が20代の時にお店開業して車しばらく持ってなかったんですよ。もう開業資金にぶっこんで本当に貧乏で我慢してで憧れの GTR を初めて手に入れた GTR ですね、はい、もうこれ購入して今年でもう27年目になりました。だから僕の青春の GTR ですね。通勤にも使ってた車なので軽量化一切せずに街乗りできて最高速もできて04もできてサーキットも走れるっていうオールマイティーな車ですね。今の仕様は11、2年ぐらい前に HKS のニッパチステップ2 N1 ブロックに組んでタービンは今 HKS の GT3 RS ですね。今ですねダイノパックで補正係数 1.0 で620ぐらいですね、はい、もうちょっと狙えると思いますね。今回の持ってくるにあたってマフラーを今まで あのフル直感じゃなくてチタンなんですけどサブ太鼓のついたパワーを損なわずに音もちょっと抑えれるマフラーを開発して作ってきました。で、ミッションは OS88 シーケンシャル。足回りは今まで京都とか走ってた時はエアサス使ってたんですけどこれは HKS のハイパーマックスですね。でアームとかはクスコさんのアームですね。普通に本当にオーソドックスな足回りで、しっかり動く足回りにしてますね、はい。04とか走ってもこれラジアルタイヤで10秒台出ますし、はい、リアスポついてないんですけどスクバアタックとかもこれでいきました、はい。59秒7です、ね、リアスポなしで舐めてんじゃないのって言われましたけど昨年3回目のオールペイントをして人間と一緒で年を取るにつれて太ってきて車もワイドボディになりました、はい、僕はお腹がオーバーフェンダーだった。GTR ね、これ最高だわ。ちょっとなんかねセット間違ってる気がするんだけどこの峠コースでめっちゃくちゃこの3人楽しい。やっぱすげーわ、アクティブ切り角あったら D1 出たい。毎度おなじみのゲテモノショップアクティブ、今回もゲテモノを相当期待してきたわけです。ゲテモノはゲテモノでもちょっとね今回違うゲテモノでした。僕初めてねアクティブの坂本さんの作った車でこんなになんかこう幸せというか楽しくなる車に乗ったのは初めてで、奥指のねコースにぴったりの車をねもう選んだかのように持ってきてくれました。見た目は32 GTR で、まあ、普通に四駆で走るね、まあ、ちょっとアンダーきつめでパワーがあって、いやまあ本当にゲテモノショップとゲテモノ扱いの、名コンビになるかと思ったんですけどこれね違うんですよ。とにかくケツが出て走ってても楽しくなっちゃうんですよ。ずっとパワーあるからずっとホールスピンしっぱなしだし、コーナー入るともう横向いちゃうし、奥息吹のストレートからコーナーも全部ちょっとブレーキにとケツ出るし、ここまでやんなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい今日はね楽しませてもらったし、乗り心地もいいんです。でこうふわっとした乗り心地の中に素直にこうケツがね自然と出てきてくれるし、そのコントロールも非常にしやすくて、クロート好みの車なんですけどパワーと車のパフォーマンスがちょうどマッチしちゃったこのコースに、ちょっと意外だなっていうか、ゲテモノショップ なかなかやるな、引き出しがある坂本みたいな感じでした。